According to Wikipedia, it writes that Marano as follows. The term of Marano originally stands for a sort of a disparaging word which means Jew who converted to Christianity in order to avoid persecution but continued to practice their religion secretly. Signa Marano or Maran's hand is a hand gesture of the Marano, though it is now widely used as a symbolic hand signature of justice. マラノという言葉は、もともとは迫害を逃れるため、キリスト教に改宗したユダヤ人を意味する別種語として使われていました。そうしたユダヤ人は、キリスト教徒のふりをしながら、密かにユダヤ教を信仰していました。マラノの手は、現在、正義を意味するハンドジェスチャーとしても広く使われていますが、もともとは、シグナムマラノ、つまり、そのマラノであることを示すハンドサインということになります。広し林、浜祭り、ジャパン。現在、マナヌスの手は、イルミナティ、もしくはイエズス会のシンボル的なハンドジェスチャーとして広く使われています。これがイエズス会の紋章です。中央に IHS と書かれ、周りを太陽の模様が取り囲んでいます。この IHS の意味について、イエズス会のホームページは、これは救いの人イエスの略称であると説明しています。つまり、3文字の頭文字を取って並べたのが IHS であるとです。まあ、他にもいろいろな説があります。ギリシャ語でイエス、IES の E がですね、H に変わったものだと説明する人もいます。あるいは、この文字そのものにですね、意味があって、それはこの印によって汝は勝利を得んと、を意味すると説明する人もいます。あるいは、この十字架に救いありを意味すると説く人もいます。まあ、いろんな説があるということは定説がないということですね。で、現在の法王は、その、イエズス会の出身です。フランシス法王です。そのフランシス法王の紋章が一番上です。で、この紋章をよく見ますと、これはローマンカトリックの紋章にイエズス会の紋章を加えたものであることがわかります。これがローマンカトリックの紋章です。それにイエズス会の紋章を加えて、そして、中央のフランシス法王の紋章になったというわけです。で、このフランシス法王の紋章に注意していただきたいと思います。青い部分です。その左下に八方向に伸びる星が描かれています。これはローマンカトリックの方では、マリアを意味する、マリアを象徴する文様だと説明しています。で、しかしこの八方向に伸びる星ということになりますと、バウンダリストを見るまでもなく、これはイナンナ・イシュタールの紋章です。シュメルではイナンナ、バビロニアではイシュタールと呼ばれていました。その中央、最上部に、まあ、君臨するのが、女神中の女神、すなわち、イナンナ・イシュタールということになります。すなわち、このような形で図らずも、マリア、キリスト教で言うマリアというのは、イナンナ・イシュタールであるということを、まあ、フランシス法王は示したということになります。が、それだけではありません。この上の部分を見ていただきますと、ここに太陽の文様が書いてあります。太陽ですね。太陽といえば、シャーマシュです。サンゴードです。このバウンダリーストーンでは、中央、やや右下にあります。これが、シャーマシュです。イシュタールの兄弟と言われています。ここに太陽の文章が書かれています。つまり、このような形でですね、イシュタールとシャーマシュが組んでキリスト教を立ち上げたという私の説を裏付ける形になりました。シャーマシュですね。ギリシャ神話名ではヘリオスです。チタン族ですね。で、オリンピアンに負けてその座をアポロンに譲ります。まあ、ともかくも、このような形でイシュタールとシャーマシュがここに出てくるわけです。それが図らずも、フランシス法王の紋章の中に描き込まれていたということになります。なあち、ここで注意していただきたいことはですね、この IHS の言葉の文字の意味については定説がないですが、こういうことも考えられるわけですね。I はイシュタールの頭文字、そして S はシャーマシュの頭文字ということになります。なあち、
まあ、このような形でですね、IHS は、すなわち、シタールとシャーマシュを表しているということになります。イエズス会の紋章にそれが使われているということになります。これ重要な、大変重要な意味を持つわけですね。すなわち、イシタール、イナンナですね。日本と大変関係の深いイナンナです。そして、シャーマシュ、ウツですね。それが、このような、もう、イエズス会の紋章の中に、その頭文字が並んでいるということになります。イシタール、すなわち、ヘブライ名はマリアです。シャーマシュですね。ギリシャ神話名はヘリオスです。そして、マリアとイエスの正体は、イシュタールとシャーマシュであるということをこのような形で、まあ、証明したということになります。それをしていたのが、今でもなく、ミケランジェロということになります。ミケランジェロは、この事実をしていたと、私、林博士は判断しています。で、ミケランジェロに話をつなげていきます。ミケランジェロ・ブラノティは、最初に、まあ、言いますかね、このペーター像を、歴史の中でも、最高傑作と言われているこのペーター像を彫刻します。その向かって左側、マリアの右手を見てください。中指と薬指がくっついてますね。つまり、このような形でミケランジェロは自分がマラの、つまり隠れユダヤ教徒であったことを示したということになります。まあ、イルミナティのメンバーであったことを示していることにもなります。まあ、まだこの頃ね、イエズス会は生まれていませんので、このペーター像ができてから35年後にイエズス会は発足しますから、考え方によってはですね、イルミナティが前身となってその後その精神を受け継いで、イエズス会が生まれたとも考えられます。まあ、これがイエズス会の、修道士の絵ですけども、中指と薬指がくっついている点に注意してください。まあ、このような形でイエズス会のメンバーは自分たちの存在を誇示したということになります。まあ、それと同じハンドジェスチャーをですね、ペーター像のマリアもしているということです。で、これはザベル、フランシスコ・ザベルですけども、やはり中指と薬指がくっついていますよね。まあ、このような形で日本とも大変深い関係があるということです。まあ、35年後にね、イエズス会が生まれますので、ペーター像ができた時にはまだイエズス会はなかったということになるわけです。で、この情報はイタリア在住の協力者であるニコ・ジェルゾさんからいただきました。もともとイエズス会というのはですね、ここにもありますように、イエスの仲間という意味だそうです。あるいはイエスの会ということになります。まあ、当時、ローマンカトリックはマリア教と変身していましたからね、イシュタール、すなわちイースターとなったわけですね。名前を変えたわけです。したが、マラナスの手です。まあ、現在はこの中指と薬指を曲げて使っています。現在のローマ法王の手を注意深くご覧ください。まさしくマラナスの手をしています。なあ、こういう形で私は隠れユダヤ教徒であることを示しているわけです。マラナスの手です。まあ、これはまあ皆さん、昔はですね、隠れユダヤ教徒のシンボル的なハンドジェスチャーとして使っていました。まあ、そうした迫害の中からですね、正義という言葉が生まれました。現在、このハンドジェスチャーは、V サインとしても使われています。と同時に、このシンボルマークは、正義、ジャスティスの、ジャスティスを意味するシンボルマークとしても使われています。世界中の指導者たちも使っています。マナヌスの手です。日本の政治家、それから皇族もこのハンドジェスチャーを使っています。まさしく正義を表すシンボルマークということになります。で、結論ということになりますけども、ペーター像ですね。そして、ペーター像のマリアはですね、そのマナヌスの手をしていま、を、まあ、ハンドジェスチャーを作っています。注意深くご覧ください。イエスの鍵ということになります。まあ、こう、今までの話を総合していきますとですね、1500年後にイエスは復活したということになります。そして、現在の今も私たちのそばにいるという可能性が大変強くなったということです。まあ、そうした証拠が、
こういったところに残っているわけですね。そしてミケランジェロはこのような絵を描き残しています。神聖な礼拝堂の壁画です。まさしく神と人間が指をつなぐその瞬間ということになりますけども、やはりここでもマルヌスの手が表現されています。注意深くご覧ください。イエスは現在の今も私たちの近くにいるということをミケランジェロイコール1500年後のイエスはミケランジェロを使ってこのような絵を表現したと私林博士は考えています。イエス・キリストは私たちのすぐそばにいるということですね。そして私たちを温かく見守っているということになります。In 2014, Pope Francis, Rome, through the official Mass, stated that Jesus is Hallel, your son. Hallel means Lucifer in the morning star in the Catholic world. Another name of Lucifer is Enki, and another name is Prometheus.Enki is the first angel in the world of God, but he is a villainous man who has committed the deadly sin of remodeling us humans. On the other hand, from the human side, Enki is a great benefactor who has remodeled us humans. Anyway, that's why Enki is exiled as a fallen angel onto thisEarthly world where we live now. In other words, Hallel is Satan of all Satans. However, Pope Francis stated that Jesus is Hallel, your son. However, the Pope's words have another important meaning. This is important, so please check it carefully.Pope, whether or not he knew it, said, Jesus is
Hey there, your son needed to say, the son of the first angel Enki is Marduk. If we interpret the words of the Pope as it is, Jesus of now is Marduk. In other words, initially the archetype of Christianity was launched by Inanna Maria and Shamash Jesus. Hillel was a god who stood in between. But Shamash Jesus was murdered by Inanna Maria. In other words, Marduk has succeeded to the will of Shamash Jesus after the death of Shamash Jesus and has been now in the position of Jesus. Marduk is the current Jesus, our Lord and Savior. 2014年、フランシス・ローマ教皇は公式ミサを通してこう発言しています。イエスはヘーレル様、あなた様の息子です。と繰り返します。イエスはヘーレル様、あなた様の息子です。と。ヘーレルというのは明けの明星、つまりカトリックの世界ではルシファーを意味します。またの名を延期、さらにまたの名をプロメテウスと言います。延期は神の世界では第一天使でありながら人間を改造するという大罪を犯した極悪人というわけです。一方、人間の側から見れば延期は人間を改造してくれた大恩人ということになります。それはともかくも、そのため延期は私たちが住むこの地上界へ The 天使として落とされました。つまりヘーレルは悪魔中の悪魔ということになります。そのヘーレルの息子がイエスというわけですが、このローマ教皇の言葉にはもう一つ重大な意味が隠されています。ローマ教皇はそれを知ってか知らずか、こう発言しているのです。ここが重要ですから、しっかりと確認してください。イエスは、ヘーレル様、あなた様の息子ですと繰り返します。イエスは、ヘーレル様、あなた様の息子ですと言うまでもなく、第一天使、延期の息子はマルドックです。ローマ教皇の言葉をそのまま解釈するなら、イエスというのはマルドックということになります。言い換えると、当初キリスト教の原型はイナンナ・マリアとシャマーシュ・ジーザスによって立ち上げられました。間に立ったのがヘイレルということになりますが、そのシャマーシュ・ジーザスはイナンナ・マリアによって殺害されます。つまりマルドックはシャマーシュ・ジーザスの亡き後、その意思を引き継いでジーザス、つまりイエスの立場を守っているということになります。マルドックこそが現在の私たち人間のジーザス、つまりイエスということになります。広島市浜松シティジャパン。
In 2014, Pope Francis made an announcement in the ceremony which was held to induct two former popes into sainthood, but there was another announcement as a declaration to the world. In the announcement, Pope Francis declared to Hillel, the God in the Old Testament, that Christ is your son. Again, Christ is your son. This news was broadcasted, this event, in 3D HD for the entire world to watch this ceremonial event as it happened. Another name of Hillel is Lucifer, the King Satan for the Roman Catholicism. Lucifer is a Latinized version of his biblical name, which means son of morning or light bearer, or another name of whom is Ea Enki Prometheus. Lucifer is a fallen angel by God. His name became Satan, which means adversary. Pope Francis started his declaration that his flame dawning his own creation. It goes without saying that his declaration has become a major issue among Catholics. For Pope Francis had declared Christ to be your son, referring to what they call the King Satan, Hillel, or Satan of all devils. However, Hillel is a god with other names, Ea, Enki, and Prometheus. For the human side, Hillel, who remodeled humans, is Ea, Enki, and Prometheus, or the great benefactors of humans. 現在のローマ教皇であるフランシス教皇は2014年の公式ミサの中で旧約聖書の中に出てくるヘイレルを指してこう宣言しました。救世主キリストはあなた様の息子ですと。繰り返します。救世主キリストはあなた様の息子ですと。彼のこの宣言がカトリック教徒の間で大問題になったことは言うまでもありません。というのもフランシス教皇は彼らが言うところの大悪魔サタンヘイレル、つまり大サタンを指してキリストはあなた様の息子であると宣言してしまったからです。がヘイレルの股の名はエア・エンキ・プロメテウスと言います。人間を改造した人間側にとっては人間の大恩人のエア・エンキ・プロメテウスです。広志林、浜松シティ・ジャパン。In the Hebrew or Masoretic text, the word translated Lucifer in the King James Version is Hillel. This is a very important part of this video, and then I say it again that the word translated Lucifer in the King James Version is Hillel.This word is also found only one time in the Bible. According to Jewish sources, the word is literally shining one and was a Hebrew word for the morning star. Now in the world, Lucifer has been used as a name of King Satan, though Pope Francis called Lucifer as father of Christ. But why? Here in this video is its answer. ヘブライ語あるいはマソーラ学者の教義によれば、キング・ジェームズ版の中で翻訳されているルシファーはヘイレルとなっています。ヘイレルです。ルシファーイコールヘイレルです。
ここが重要です。ヘイレルです。ユダヤの原書によればヘイレルという言葉は文字通り光り輝くものという意味であり、ヘブライ語では朝の星を意味します。ルシファーといえば一般世界では悪魔の大王と位置づけられていますが、フランシス法王はそのルシファーを救世主、つまりイエスの父と呼びました。なぜでしょうか。その答えはこの動画の中にあります。広島市浜松 City Japan。